こんにちは。転売を堀秀夫です。今日はゴルフ場の予約トラブル、これをどういうふうに解決していくか、これについてお話します。まず、ゴルフリンクというですね、オーストラリアの、ハンディキャップなんかを、管理している、なんていうんですかね、プロゴルフ、ハンディキャップだから日本だと何なんだろう。何しろ、かなり、公的なところに近いこのリンクがあるんですけど、そこのゴルフ場予約システムで、ゴルフ場、キャッスルヒル、っていうところをですね、予約しました。で、オンラインで予約できるようになっていて、予約して、で、じゃあキャッスルヒルに行くかとなってたんですけど、メールが届きまして、この内容はですね、4月6日、ホリデーだから、予約プレイできないよと、別な日にするか返金するかいっていうのが来て、じゃあ返金してくれという返事をしました。これがね、3月24日の話です。で、これ今撮ってるの4月16日ですけど、返金されません。途中3度ほどですね、いつ返すんだいとか、連絡しましたけど、音沙汰なしです。これね、割とオーストラリアだとよくある。で、多分アメリカなんかでもよくある話なんですけど、イレギュラーな操作をする。これね、要はゴルフ場が休日なのに予約できるように設定したのが、間違いの始まりなんですけど、で、イレギュラーなケースですね。間違えて予約入っちゃったと。で、イレギュラーなケースでどう対処するかっていうのが、正直、変わったことを対処する能力ない人は多いんで、どうしたらいいんだかわかんないんで、ほったらかしというのが非常に多くあります。で、英語できるできないのレベルとしてですね、まずは相手が何とか助けてあげようと、こっちの落ち度だとかね、聞いてあげなきゃとか聞かなきゃまずいなと。相手が聞こうという立場の時に通じる英語っていうのは結構ハードル低いんですけど、どうしたらいいのか分かんないね。できればその問題から逃れたいという時に、分からせる英語、何かをやらせる英語っていうのは格段にレベルが高いです。レベルが高いっていうか、日本語で考えても、相手はね、聞く気がない相手に、脅したりすかしたりしてやらせるってのは非常に難易度高いんですけど、要は、些細なトラブルでもそういうスキルが必要になります。そんなわけで今ね、そういう英語をちょっと勉強中というか教えてもらってるんで、そのちょうどいい事例としてですね、このゴルフ場予約トラブル、どのようにして解決するか。金額的にはね、85ドルのプレーフィーと4ドルのシステム料で合計89ドル、8000ちょいなんで、それほど大した金額ではないんですけど、ただこういうのもね、しょっちゅうあります。ね、しょっちゅうあるんでね、そういう時どうするかっていう対処法を、覚えておくのはいいことなんで、メルマガに登録していただければですね、どんな形でこういうトラブル解決していくかお届けします。これは通常の、私がよく送ってる、転売アカデミーとかそっちの方じゃなくて、英語の、トラブルの、メールを作りましたんで、サバイバル英語術、そちらの方で登録してチェックしてみてください。以上、転売を堀秀夫でした。